まあ、順風満帆では全然ないし、むしろこう這いつくばってやってきた人生だから、まあそこはちょっとみんなにね、そのなんか、だからこそうまくいかない時に頑張ってほしいっていうか、それが成長できる時っていうのは俺は伝えたいし、みんなには。